お相撲部チャンネル。最初はグー、じゃんけんグッチ。おはようございます、グッチです。今日は2回目、今年2回目の稽古会になります。今日はですね、実はドイツさんが急遽ちょっと来る途中で体調が悪くなって来れなくなったんで、ちょっと企画がちょっと変わるんですよ。ずっと考えてて、最近グッチ道場から試合に出るようになってきたりとか、メンバーさんがですね、今年からどんどん出れる試合は希望者なんですね。試合に出たい希望者はどんどん出ていくことを決めましたので、グッチ道場に来た方にそれぞれやっぱり、最初普通大相撲とかだとなかなかね、相撲の形を教えてくれないんですよね。自分に合った形とか教えてくれる指導者は少ないので、なかなか稽古はがむしゃらにやるだけで、自分のどういう相撲があっているのかとか、自分の形とか技とかが全然分からず、ただがむしゃらにやっている方が結構多いので、グッチ道場に来た方には一人一人 ずっと子供の頃から相撲のことばかり研究してきたので、だいたいこの人こう、何回か稽古見たりとか、試合とか見ると、この人はこの形を磨けば、白星に近づくなと、勝利に近づくなと分かるので、一つ、迷わないためにも、最初ね、こういう形を、自分が一つ授けるというか伝授しまして、それを磨いて、そこからあとはね、枝分かれしていく技はとか、技の反応とか相手のタイプによっての工夫は個人で、そこは自分でやるところなんですけど、一つ迷わないためにもうこの人はこれが磨いたら絶対に、自分の持っているものを最大に活かせるっていうのを一つ授けますので、グッチ道場に来る方はまず授けますので、ぜひ来てください。でまずですね、マージャンさんが今年昇段試験、昇段と試合出れる試合をね、出たいということなので、まだ申し合いをね、実はしたことないんですけど、東京アマチュアで、やってるんですけど、それも見たことないので、一回申し合いを見て、試合とか、試合の前に申し合いをまず見てね、あった、最強の、その個人最強の形というものをちょっと見極めて伝授していきます。今日はですね、その最初として、相撲っていうと右下手、左上手だと右四つ、左下手、右上手だと左四つって言って、そういう左四つ、右四つという形があります。それ本当両方できる人はいるんですけど、絶対、こっちの方が力が出るっていう形が、利き手利き足だけの問題ではなくて、やっぱり体の質とかね、力の出やすいのがあるんで、それを今日ちょっとあなたはどっちを打つみたいな検証をしたいと思います。これを見た方も、自分相撲好きで相撲見てるけどそういう目で見たことないな、もし相撲取ったらどっち打つなんだろうみたいな、その検証をね、思うし検証していきたいと思います。それでは今日はテーマはそこですね、どっち四つか検証します。それでは今日の稽古会始めます。あまりさらしてない本回しで、今年はね、試合していくんで、春は形大体わかるかな、わかるかな、何やってるか、それです。みんな相撲始めた頃はスパリを張り出てるんです。もう完全にね、体型とか今まで初めて何も教えずに相撲を取らせたので、スパリが出てました。右四つか、お疲れ様です。右四つからいきます。しっかり組んでください。春一回これ持ってこの位置で、足も右四つの時は右足出してしっかり平等に。これでは今からちょっと右四つか左四つかちょっと検証するために、がっぷり組んでから力出しちゃいます。吐ける、吐ける、はい、寄る寄る、どんどん引きつけてやる、どんどん引きつけて前に出る、やる、全力で、投げない、投げない、OK、
右四つ力今のところまず右だけ見てるんで検証できない。次左四つです。これで展開がね、大体力の差そんななさそうなんで余計に分かると思うんで左四つ。さっき右下手左上手なんで今から左四つです。左下手、そう左下手の時は頭の位置がそれで左足前で OK です。パンさんはもうちょっとあの左足前に、ね、しっかり胸を合わせてください。顔横向かないでいきましょう。いきますよ、寄せて、ね、はい、寄る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 、まっすぐ寄る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 、回し切ってもいいです。はい、返してもいいです。好きにやってください。甘いと思います。はぐ、はい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 。はい、回したり、回し切ったり、乗ったり、振ったり、振って、反らないこと。どん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 。はい、ストップ、ストップ。パンツの下がいるぞ。大体わかります。もう大体自分が見えます。次左を振ります。ちょっと抜き取ってください。ある、取れてない。大丈夫そう。言っている時は特に揺れてはない。パンツのタバコ吸ってるでしょ。別にいける。これもない。左についきます。まず常に膝をこのゆとりを持ってください。あの体をぐにゃぐにゃしているので膝が伸びた時に膝が内側のことが効くからね。まずあまちょっち多いです。今日吐け。どうぞ吸ってもいい。回し切ってもいい。回しっかり返すと。やっぱ分かってないな。はい、ストップ。検証結果が出ました。これ最初動画に出すんですけど、一応まずこの動画見てるときに、スモファンの方とか、これ見てる方は、あのこのパンさん、マージャンさん、どっちを使うかちょっと見てください。最後に答え合わせて出します。順番見ました。それでは、どう思います？自分ではどう思います？どっちを使うなって。なんとなく左だったと思ったんですけど、右四つです。すぐ言っちゃったけど。マーチャン。右四つです。右四つの方が力が出ます。大体、腕力自体が均等です。で、やっぱり利き手、利き足の、利き足の問題も出てくる。一番こっちの右を組んだときは有利動きを進めやすそうなのが出てます。マージャンさん右四つ、パンさん左四つでしょ。分かるでしょ。左四つの展開が良くて、これで交互に前のところで出たから分かりやすかったです。これ、まあ、力の差があるすぎると両方勝っちゃうんです。苦手の方で踏んだっちゃうちょうど良かったです。めちゃくちゃ分かりやすい。まあ、念頭において左右四つってことはまあ、がっぷりの相撲では絶対ないんで、まあ、まだ申し合い見てないから、形は分かっていけないですけど、まあ、大体分かりました。まあ、頭つけていた方がいいですけど、多分左取って、はい、右取らなくても、こういうね、左取った軸の相撲で、どんどん押っつけ外れていくといいかなって、今のところまだ申し合い見てないから、あれですけど、大体イメージなんですよ。やるとしたら、しっかり浅い前回しで頭つける。まあ、ポイントはやっぱ押しはずをつけたので、大体はですね。パンさんは四つ相撲も取れそうですけど、体はもう見上げられたから、四つ相撲も取れるけど、押しを磨かないと膝やります。だから左軸で、左四つでいいんですけど、パンさんは右を、まあ、上手、回し取るんだったら右上手で頭つける。
刺さらない、まあ、体を鍛えていただいて、こういう形で、まだまだ申し上げてないんで、これから見てから自分が授けるので、それでは、検証結果が出ました。